中泉駅は、福岡県の大型市大技中泉にある、平成筑豊鉄道、伊田線の駅である。駅番号は、HC5。2009年4月1日、大阪市に本社を置くディスプレイ業者の、大阪産ニュースが、ネーミングライツを取得し、大阪産ニュース、中泉駅となった。なお、2019年8月をもって、大阪産ニュースは、ネーミングライツから撤退した。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。伏線区間に置かれている。無人駅で駅舎は下りホーム側にあり、理髪店、オシャレステーション藤田との併設になっている。上りと下りのホームは古線橋で結ばれている。車椅子は上りホーム側からは外に出ることが可能であるが、下りホーム側は難しい。 2019年度の1日平均乗降人員は79人である。各年度の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通り、能型市の南部に位置する。駅の西側約300メートルの場所で、伊田線と国道200号が交差しており、駅の北東約1.5キロメートルの場所を、県道22号が伊田線に並行して通る。 ABCDEF1、e, 市の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、791から792ページ。ISBN 978から4から533029806。AB、門鉄、来月から九千区で合理化25駅、無人開拓川五駅。交通新聞。 P1 大阪産ニュース中泉駅平成築法鉄道 AB 平成築法鉄道駅命名名権新たに14駅契約明日から企業名など表示毎日新聞 P23 地方版福岡統計直報覚号によるありがとうございます